アーヘンの戦いは、1944年10月に、ドイツの都市アーヘンをめぐって行われた戦いである。この戦いが行われた時、アーヘンには2万名の住民しかいなかった。1939年の調査では16万人いた。住人の残りは、ドイツ軍の指揮官、ゲルハルト・フォン・シュベリーン伯爵によって、連合軍の攻撃を避けるために疎開していたのである。さらにシュベリンは、 町の建物を連合軍の空襲から守ろうと連合軍への降伏を考えていたのでヒトラーによって更迭された。ヒトラーはゲルハルトビルクを指揮官に任じ、加えてアーヘン防衛のため5000名の国民突撃隊を派遣した。連合軍側はアーヘンを包囲し補給線を断って孤立させることを目論んでいた。これに対しカール大帝大官の町であり、 神聖ローマ帝国、すなわちヒトラーの言うところの第一帝国の古地であるアーヘンはドイツ市場に非常に重要な町であった。さらには連合軍の侵攻を受ける最初のドイツ本土の主要都市でもあり、ヒトラーはどのような犠牲を払ってでもアーヘンを防衛するように命令した。ヒトラーは第三帝国の生存を確実にするためには、 アーヘンの戦線の維持が必要であると考えていたという。差し当たってアメリカ大級軍はアーヘンを南北に分かれて起動していた。しかしアーヘン守備隊が脅威になる可能性に気づくに至り、米軍司令部は町を直接攻撃することを決定した。米軍はアーヘン市内で土地を知り尽くし地の利を得たドイツ軍との生産な紫外線に直面することになった。 最も激しい戦闘に巻き込まれたのは、第745戦車大隊に支援された第1、不評師団、第26連隊、第2大隊、第3大隊だった。また、北側からは、第30不評師団が攻撃をかけた。アーヘン陥落後、連合国軍に降伏したドイツ兵の列ドイツ軍の抵抗は激しく、第30不評師団は2000名の損害を出して一部の部隊が、 第29不評師団の部隊と交代するほどであった。最終的に、アーヘンは、その支配権に対し、両軍に、それぞれ5000名という損害を支払わせた。ドイツ軍はさらに、5600名が、連合国軍の捕虜となった。占領後の10月31日、連合軍は、フランツ・オッペンホフを、アーヘンの新市長としたが、彼は、ハインリヒ・ヒムラーの特命を受けた。 ドイツの特殊部隊、人狼部隊によって1945年3月25日に暗殺された。ありがとうございます。